Bonjour! 話そうフランス語1分レッスン。フランス語講師のやすこです。本日も少しだけ私とフランス語を勉強しましょう。さて、本日は日本人がよく使う「頑張って」の表現を学びたいと思います。こちらは「Bon courage」。Bon courage。Bon courageという表現です。こちらのコラージュには勇気や熱意という意味が込められています。こちらにボンをつけてボンコラージュ。ボンコラージュ。こちらは私が頑張りますという表現ではなくって相手に対して頑張ってねという時に使います。ボンコラージュ。こちらの発音ですが、クラージュという音ではなくって、コラージュ、このうにちょっと重みを置いてあげて、コラージュ、コラージュ、ボンコラージュという音になります。それでは、何かに向かって頑張っている人に向けて、ボンコラージュ、そう使ってみてください。それでは、ボンコラージュ。